中国の軍事予算、1八十九から二千十二年。中国の軍事予算の GNP に対するパーセンテージ。中華人民共和国の軍事予算は、中華人民共和国の予算のうち中国、人民解放軍の費用に充てられた部分を言う。この軍事費は、非雇用者の給与と訓練費用、装備、施設の維持管理、新規、継続の作戦の費用、そして新しい兵器。 装備車両のの調達の資金となる中国は毎年3月年度国家予算の一部として軍事予算の総額だけを公表している。2016年中国政府の公式発表による防衛支出額は1460億ドルで2014年度予算での1310億ドルから11%増えた。これによって中国の軍事予算は アメリカ合衆国に続く世界で第2位となった。ストックホルム国際平和研究所によれば中国は2014年から2018年の期間において世界で第5位の主要平均輸出国であり、その金額は2010年から2014年の期間に比べて2.7%増えた。中国は2014年から2018年の期間に 主要兵器を53カ国に供給した。最大の輸出先はパキスタンで37%を占め、残りは一国あたりの被は少ないものの多彩な国に輸出されている。中国政府は毎年3月に全国人民代表大会において国内法案部隊と人民解放軍についての予算を発表する。外部による非公式の推定額は 中国政府の発表よりも大きいが推定する組織によって異なる傾向がある。多数の国際的な研究機関が同じ機関について中国の軍事支出を推定した最初の年は2003年だった。当時の為替レートで換算するとシプリ、ラント、CIA、DIA による推定額は300億から650億ドルの間であった。購買力 つまり、支出額の相対的な購買力ベースで比較すると、シプリの推定額は1400億ドル相当であった。この時、中国政府の公表した予算額は250億ドル以下であった。2003年のランド研究所による推定額は公式発表な数字より高かったが、DOD の計算よりは低かった。この計算では2003年の中国の 防衛支出額は推定の中間値において380億ドル、つまり中国の GDP の2.3%になると推定していた。この年、公式発表額は224億ドルだった。これでも中国の軍事支出は1997年から2003年の期間に倍増しており、イギリスや日本の水準に近づいていた。 そして2003年から2005年までの間にも毎年10%以上伸び続けた。2010年、アメリカ国防総省が議会に提出する中国の軍事力に関する年次報告書は2009年の中国の実際の軍事支出を1500億ドルと推定した。この年、シプリの推定は1000億ドルで公式発表よりは高かったが、国防総省の推定よりは低かった。 2011年の国際戦略研究所の報告は今の資質増の傾向が継続するなら中国は今後15年から20年でアメリカ合衆国と軍事的な対等状態を達成するだろうと述べている2012年のジェーンズディフェンスフォーキャストは中国の防衛予算は2011年から2015年の間に1198億ドルから2382億ドルまで 増加すると推定している。これは他のアジア主要国の防衛予算の合計よりも大きくなる。2013年のアメリカ合衆国の推定防衛予算5254億ドルよりはまだ少ないがアメリカの防衛支出はわずかに減少傾向である。2017年に雑誌ポピュラーメカニクスは中国の年間軍事支出は2000億ドル以上。 その GDP の約2%に当たると推定した。2019年、西オーストラリア大学教授のピーター・ロバートソンは、購買力陛下ではなく、通常の為替レートで計算してきたため中国の軍事能力を大きく過小評価してきたと主張し、購買力陛下で計算すると、中国の実際の軍事支出は、アメリカ合衆国と同等の4550億ドル、相当だと主張した。 アメリカ合衆国国防総省防衛省、ありがとうございます。